昔一緒にやってた時は、はいはいはい、目つぶって打てとか言われてたでしょ。あ、はい、そうですね。その意味があるわけ。目つぶったらやっぱり目で情報、いろんな情報が入ってくるから、はいはいはい、目つぶったらわからないから、はい、だけどアドレスしてる、クラブを手で持ってるってなったら、やっぱりフェースの面の意識ってこうすごく手とかさ、ね、頭の中に入ってくるわけ、はい、だから目つぶってスイングしろとかね、目つぶってちょっとアプローチしてみろとかね、そういう意味があるわけよ。だからそういう練習を昔してたわけでしょ。